コンビニの女子トイレに侵入した男を逮捕。汚物入れが見たかったと供述している模様がネットで話題。内容はこちら。コンビニの女子トイレに侵入した男が逮捕されたようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。兵庫県警淡路署は8日、コンビニの女子トイレに侵入したとして建造物侵入容疑で淡路市の会社員の男49を現行犯逮捕した。汚物入れが見たかったと容疑を認めているという。当日午後9時40分頃、当市中田のコンビニの女子トイレに正当な理由なく侵入した疑い。他のコンビニにも行ったと供述しているという。おそらくこのような変態はこれからますます増えると思われます。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ひえー、金名、こういうのがいるんだよな。変態の極みやん。理解できないやつが多すぎる。この手の犯罪前もあったよな。これも LGBT と同じ性癖だろ。法律で守ってやれよ。わら、世には変態が溢れてる。犯行動機が全くもって理解できませんよね。次はこちら。心は女性じゃなきゃ完全にアウト。わら、逮捕は当然だな。このケースは心は女ではないから稲田案件ではないな。変な世の中だね。心が女性なら問題ないだろ。普通に逮捕案件ですが、犯人が心は女と主張すれば話は別ですよね。次はこちら。 LGBT 法成立したことだし、こんなのは始まりに過ぎないね。トイレ、浴場どころ、温泉旅館も憩いの場ではなくなる日も近いだろうよ。稲田朋美氏の薄っぺらい言い分が現実に論破されてますね。なんかこういう人が自称女子で女子トイレ入ってくると思うとゾッとするな。ちなこれ、性自認は女性ですとか言い始めたらどうするんですか、稲田さん。稲田の宝、この先の日本が心配になりますよね。最後はこちら。逮捕されているうちは LGBT とか関係ないので問題ないんだけどね。問題なのは現場で犯人が心は女はよとごね出した時や、差別問題に巻き込まれるのが嫌だから目撃してもスルーする人が出てきて監視の目が弱くなるなど、今後に起きうる厄介な状況の対処法が確立されていないことだと思う。だから男女共用なんて無理なんですよ。別れててもこのありさまですよ。女性用をなくして男女共用にするのなんて、こんなことをするような人に余計にそういうことをする機会を与えているだけになるのでは。本当に気持ち悪いです。 LGBT 推進派の政治家の皆さん、どうすんのこれ。結論、 LGBT 法案成立後、心も体も男の人が女子トイレに侵入する事件が増えているような気がします。それに今回の場合、女子トイレへの侵入で逮捕されていますが、女子トイレがなくなりつつある今の風潮を鑑みると、誰でもトイレや多目的トイレに汚物入れ見たさに侵入する変態が増えそうな気がします。誰でもトイレや多目的トイレであれば、心も体も男の人が侵入しても逮捕されませんよね。行政はそのことを想定できていますかい。とにかく犯罪を助長させないためにも、女子トイレをなくす風潮を即刻廃止してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。